モズアスコットは日本の競争馬。主な勝ち倉は2018年の安田記念、2020年のフェブラリンステークス。フランケルの初年度3区の1頭。場名の意味は冠名に、イギリスの競馬場の名前から。オーナーであるキャピタルシステム代表、北川、正さの息子、北川氏が所有するグランプリボスが2011年に出走したセントジェームズパレスステークスが、 アスコット競馬場で行われたことに由来する。2015年のキーンランドセプテンバーセールに上場され、フランケルサンクが欲しかったというキャピタルシステム代表の北川正史によって27万5000ドルで購入され、日本に輸入される。体質が弱かった影響でデビューは遅く、3歳となった2017年6月10日半身の3歳、未勝利戦で、竹豊とのコンビで、 初出走するが4着。続く6月24日、阪神の3歳、未勝利戦でも4着に終わり、この後は、マイル戦を中心に使われていくことになる。3戦目となった7月16日、中京の3歳、未勝利戦で、初勝利を挙げる。休養を挟み、9月24日、阪神の500万、下戦、11月11日、東京の三鷹特別、11月26日、 京都の都月京ステークスを制止4連勝を果たす。重賞初挑戦となった12月の阪神カップは一番人気に、支持されるもイスラボニータの4着に終わり、3歳シーズンを終える。第62回急ハ杯パドック2月25日の阪急杯は、中段追走から直線で鋭く、足を伸ばしたものの、逃げ粘るダイアナ・ヘイローに、首さ届かず2着。 続くマイラーズカップは2番手追走から早めに抜け出したがサングレーザーの末足に屈しまたもや2着。2018年安田記念パドックその後安田記念に出走登録を行うが登録時点では除外対象だったため5月27日の安土城ステークスに出走するが2着となり賞金を加算することができなかった。 しかし直前で回避場が続出したため連投で安田記念に出走。レースでは中段待機から直線でバグンをばくと行為から抜け出したアイロリットを首逆わして GI 初制覇を果たした。勝ち時計の1分31秒3は2012年にストロングリターンが記録したレースレコードに並ぶタイレコードであった。連投での GI 制覇は1998年の 阪神3歳ヒン馬ステークスを制したスティンガー以来、安田記念では1989年のバンブーメモリー以来29年ぶりの連投での優勝であり、くしくも平成最初と最後の安田記念が連投で挑んだ馬による勝利となった。その後は休養に入り、スワンステークスで復帰58キロを背負いながらも鋭い末、足を伸ばしたが、 ロードクエストに放され差し切られ2着。続く、マイルチャンピオンシップでは4コーナーでごちゃつく不利があり、直線見せ場を作ることはなく、過去最低の13着と惨敗した。その後香港マイルへ遠征したがスタートで出負けし、直線のビアグネ7着に敗れた。当年は秋に出走したスワンステークスの2着が最高着順で、勝利を挙げることはできなかった。この年は、 自身初となるダート戦のネギステークスに出走。一週間前追い切りの際に管理する矢作長教師は調教でもだいぶ動くし、フェブラリー S に向けて目処が立つような競馬をしてほしいと語った。連覇を狙うコパのキッキングやダート戦で副賞圏内を外していないミッキーワイルドなどが集まった中、3番人気に押された同馬は直線外目から追い上げて、 早めに先頭に立ったコッパのキッキングをゴール前でかわして最後は一馬身一、四差つけて優勝。シバダートの両方で重賞制覇を成し遂げたほか、フェブラリーステークスの優先出走権を獲得した。続くフェブラリーステークスには前年の覇者で連覇を狙うインティア2018年の覇者のんこの夢などが集まったが、最終的に 単勝2.8倍の一番人気に押された。そして迎えたレース本番では、スタート後中段からレースを進めると、直線半ばで抜け出しそのままゴール。日着のケイティブレイブに2馬身半差をつけて優勝した。バトダートの両 GI 制覇はアドマイアドン以来史上5頭目の快挙となった。フェブラリーステークスの後は、オーストラリアのドンカスターマイルに参戦を予定していたが、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で遠征を断念。一転して高松の宮記念に向かうことが決定した。高松の宮記念では、ミルコデムーロを安城に迎え、初のスプリント戦ながら5番人気の指示を受けたが、結果は13着と惨敗。安城デムーロはスタートを出なかったことやババが合わなかったことなどの敗因を列挙した。自走には、 地方競馬の船橋競馬場で行われる歌手は記念を選択。2018年の最優秀ダートホースで約1年半ぶりに実戦復帰するルバンスレーブを抑えて一番人気に支持されたが直線で伸びず7頭立てのブービー6着に敗退。アンジョールメールは4つのコーナーや地方競馬場の深い砂が合わなかったことを敗因に挙げた。秋に入り10月12日の マイルチャンピオンシップ南部杯では2番手追走から直線で一旦は先頭に立つもアルクトスにかわされ2着に敗れる。続く武蔵野ステークスでは見せ場なく7着に終わる。引退レースとなったチャンピオンズカップは後方からレースを進めると直線でメンバー上がり最速体となる36秒4の末足を繰り出すも5着に敗れた。引退後は 北海道新日高町のアロースタットで種ボバとなる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。